はいどうも皆さんこんにちは。今回は上杉謙信と小田原城の戦いについてお話ししていきます。前回までの動画では今川氏、武田氏、北条氏が各方向に勢力を伸ばしていく様子を見てきましたが、武田氏に追い詰められた村上義清と北条氏に追い詰められた山之内上杉氏が越後の国の長岡家虎に助けを求めるところまでお話ししました。この長岡家虎が有名な上杉謙信です。越後の話をするのは永正の乱以来なので、まず最初に簡単な振り返りから始めていきましょう。室町時代の越後の国は上杉氏が守護を務めていました。当時守護を務めていたのは上杉房義、守護代を務めていたのは長尾為景でした。要するに越後の国で一番偉い人と2番目に偉い人ということです。ある時、この2番目に偉い長尾為景が反旗を翻し、1番目に偉い上杉房義は自害に追い込まれてしまいます。こうして長尾為景が自分にとって扱いやすい上杉定実を守護に擁立し、越後を乗っ取るような形となりました。しかしこれに怒ったのが山之内上杉氏の当主である上杉昭貞です。上杉昭貞は山之内上杉氏になっていますが、元はといえば越後上杉氏の出身、養子として山之内上杉氏に出されたという過去があります。つまり上杉昭貞と殺された上杉房義は兄弟だったんです。弟を殺されたことに怒った昭貞は敵討ちに動いたんですね。このような理由で上杉昭貞が長尾為景を攻撃するんですが、ミイラ取りがミイラになると言いますか、逆に上杉昭貞が死んでしまいました。こうして越後の国は上杉定実と長尾為景によって治められていくのです。今回のお話はこの続きから始めていきましょう。さて、越後の国を乗っ取ることに成功した上杉定実と長尾為景ですが、今振り返って見てきた通り、この下克上は長尾為景によって成し遂げられたものでした。ということで建前上は上杉定実が格上ですが、実権を握っているのは長尾為景で、上杉定実は完全にお飾りという状況になっています。この状況に上杉定実は徐々に不満を持ち始めるんです。守護は俺なのになんで為景が仕切っているんだと感じ始めるんですね。こうして上杉定実は長尾為景を殺そうとするんですが、長尾為景にはこの作戦はお見通しでした。為景は逆に定実を拘束し、城下の屋敷に幽閉します。こうして越後の国は長尾為景によって支配されるようになります。しかし長尾為景は息子に家督を追われます。長尾春景のクーデターです。こうして長尾春景が実力によって家督を継承するんです。さて、こうして越後の守護代となった長尾春景ですが、彼は病弱だったと言われています。越後の国で起こっている内乱への対応がうまくいかない中、家臣たちの中にはこのまま春景についていって大丈夫だろうかという考えを持つ者もいたでしょう。そんな時、内乱を鎮圧して回ったのが弟の長尾景虎でした。景虎は小さい頃に寺に入れられていたんですが、その頃から戦いのことばかり考えており、お気に入りのおもちゃはお城の模型という、戦うために生まれてきたような人物でした。そんな人物だったので、家臣たちの中から兄の春景よりも弟の景虎の方が当主に向いているのではないかという考えを持つ者が現れ始めます。この長尾景虎が後の上杉謙信です。その後も長尾景虎は越後国内の反乱を次々と鎮圧していったので、人々の支持は景虎に集まっていき、景虎を守護代にしようという運動がさらに強まっていきます。こうして兄の春景は弟の景虎に家督を譲らされて隠居、19歳の長尾景虎が春日山城に入り、越後守護代となるんです。さて、越後守護は上杉定実、越後守護代は長尾景虎という状況となりましたが、そんな状況で上杉定実が病死してしまいます。上杉定実には子供がいなかったので、越後上杉氏は断絶、越後守護がいなくなってしまったのです。困った室町幕府は長尾景虎に越後守護と同等の待遇を認めるのでした。こうして越後の主となった長尾景虎のもとに助けを求める人々が現れました。村上義清や上杉則政です。村上義清は武田氏に圧迫されて北へと追いやられてきて、上杉則政は北条氏に圧迫されて北へと追いやられてきていました。この救援要請を長尾景虎は聞き入れて、武田氏や北条氏と戦っていくことになるのです。さて、こうして有名な川中島の戦いが始まっていくのですが、実はこの川中島の戦い5回戦まであります。次の動画でその5回を一気に話した方が分かりやすいと思うから、とりあえず今回はその話は置いておいて、今回の動画では川中島ではなくもう片方の戦い、つまり北条氏との戦いに絞ってお話をしていきます。さて、ここで戦うことになっていく北条氏ですが、北条氏は元はというと京都からやってきた一族なので、昔から関東にいた人たちからすればよそ者です。そんなよそ者が関東で勢力を伸ばしていったので、もちろんですが旧勢力は圧迫されます。圧迫された旧勢力が長岡景虎に助けを求めたことで、長岡景虎が関東へと出陣してくるというのは先ほどお話しした通りですが、ご覧の通りこの頃の関東平野は北条氏が席巻している状況でした。というのも北条早雲、北条氏綱、北条氏康と北条氏は3代にわたってコツコツと努力をし続けて支配領域を広げてきたからです。しかし突然現れた長岡景虎、彼は一瞬にして北条氏の努力の結晶をぶち壊し、怒涛の勢いで南下してきます。その圧倒的な勢いを見た北条側の武将たちも次々と長尾氏に従っていったので、北条氏康は恐怖を感じたことでしょう。当時北条氏康は里見氏と戦っていましたが、里見氏との戦いを切り上げて川越あたりで長岡景虎を止めようと自ら馬を進めましたが、長尾氏のあまりの勢いを見て小田原城へと帰還、小田原城での籠城戦を選択しました。こうして始まったのが小田原城の戦いです。一気に南下してきた長岡景虎はその勢いのまま小田原城に到着、小田原城を包囲します。対する北条氏は籠城戦を決め込んでいましたので、城から出ていくことはありません。長尾氏は城下を焼き討ちして北条氏を挑発しますが、やはり北条氏が城から出てくることはありませんでした。この時の伝説として残っているのが、長岡景虎は小田原城の目の前で突然お弁当を食べ始めたという話です。もちろんそんなことしたら北条氏が切れて景虎を撃ち殺そうとするんですが、自分が戦いの神毘沙門天の化身だと信じている景虎は自分が死ぬわけがないと本気で信じているので、そのまま弁当を食べ終わってしまい、結局景虎に弾が当たることはなかったという話です。おそらく作り話でしょうけれど、もし本当だったとしたら北条氏もドン引きでしょうね。結局武田氏と今川氏の援軍が北条氏を助けるために到着したことにより、さすがの長岡景虎も諦めて撤退していくのでした。こうして長岡景虎は鎌倉へと入ります。そこで景虎は上杉憲政の養子となり、上杉憲政から一字をもらって上杉政虎と改名しました。ちなみにその後将軍足利義輝から一字をもらって上杉輝虎と名前を変えた後に、出家して上杉謙信と名乗るようになります。こうして山之内上杉氏の後継者となった上杉謙信は関東管領の役職も継承しました。しかし自称関東管領という人物はもう一人いましたね。北条氏康です。こうして上杉謙信はあいつは北条じゃない伊勢だと言って正当性を否定し、反対に北条氏康は上杉謙信のことをあいつは上杉じゃない長尾だと言って正当性を否定するようになるんです。さて、いかがだったでしょうか。怒涛の勢いで進軍してきた割に案外あっさりと戦いを切り上げてしまった上杉謙信ですが、それには理由がありました。越後の国が気がかりだったんです。というのもこの時武田信玄が信濃の国を北上していたのでした。このままもたもたしていると越後が危ない、そう思っていた上杉謙信はさっさと関東での戦いを終わらせて越後へと戻る必要があったんです。こうして上杉謙信は武田信玄を止めに行き、信濃へと兵を進めます。ということで次の動画では川中島の戦いについてお話ししていきます。それではまた次の動画で。